10時間なので、リタイアを絶対にしないように頑張りたいと思ってます。リタイアを絶対にしないように頑張りたいと思ってます。いかがですか、もち先生。私は怪我なく楽しみながら、お菓子もいっぱい食べながら頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。朝5時、これを、これ、なんかすんのね。じゃないです、逆すぎですって言ってました。です。いい空気です。マイナス4が半端ないです。すごいね、壮大。あ、指がむくんで。ライティングアップされてる。ああ、入っちゃってたんだ。いや、今何時間が経ったかというと、3時間くらい歩き続けていますが、はい、
あと7時間頑張ります。まさか今、うん、みんな持ってたよね、うん、私帰りで使おうかな、怖いから、うん、ハート講座をしています。これがハートに見えるらしいです、ある場所に行くと。すごかったね、ハート。すごかった、もうこうだ、本当にこんな綺麗なハートだったね。そこで一人涼んでるやつがおります。冷たいです。大丈夫やばいです。もうね、道じゃないんですよこれはね。私は舐めてました。スニーカーでいいんじゃないかとか、棒はいらないんじゃないかとか、そんなことをね。あれ、道外れちゃった、こっちでした。そんなことをね言っていた、はい、時期はあったんですけどね。全部いります。よいしょ、頑張れ。そんな嘘っぽい、嘘っぽいやつ。あと何分かな、頑張れそう。リがよぎってる、リリタイヤのリ。一体このままいつまで。あいみょんでしょ、うん、あいみょん大きいですね。ね、あゆみさん、私が多分100人ぐらい、すごいや、もののけな、すごい。鹿さんが奥にいますね。うわー、かわいい。めっちゃ手を越す必要がないので食べてるの。でもあれ、もしゃもしゃもしゃ、感動。かわいい、こんにちは。私と目が合ってる今。私だよ、私だよ。マッシュルームパーティーです。ダメ、なんか違う違う意味。これらしいんですけど、こちら縄文杉、やっと到着しました。時間はどれくらいかかりましたか。6時9分からだから、お、5時間半。いけたね。ダメだよ、あれ、あ、ダメだ、10時、もう10時間過ぎちゃう。帰りでも無事来れて、ね、よかったです。帰りの5時間も頑張ります。あー、かわいい。ちゃんか、ありがとう。僕、日高ね、日高さんと小玉さん、日高の小玉ね。今帰りなんですけど、もう膝が笑っちゃって笑っちゃって大変。笑っちゃうんだけどね、顔は笑えないんです。私笑ってるわ、笑ってる、顔ももうね、ちょ
引きはまだね、パワーがあったからいいんですけど、もう膝がガクガク震えてるんですよ。うわっ、なに、これだ、あと多分2時間くらい、1、2時間なんで頑張ります。足がフラフラするよ。超ミスティーです。すごいところを見つけてしまいました。我々帰り道にすごい釣りしたいな。あまりの気持ちよさにヨガを始めました。大丈夫痛い、足がもうパンパンですもん。本当に明日歩けないと思う。あゆみちゃん、もっとさ素敵な笑顔してなかった。してたかな。もうね、膝を笑うが顔は笑えない。膝を笑うが名言。痛い痛いね。見て、足見て。超わざとっぽいけど、でもガチなんだよね。本当にこの痛さはガチってことを伝えたい。辛い、痛い。だし、ね、まだ終わってないから、あと30分ぐらいあるんじゃない。今の気持ちは帰って荷造りもせず、寝たいです。だがしかし、明日どこに行くんですっけ。明日は朝7時から船に乗り、ヨロンに行きます。飛行機を乗り継ぎね。ミスりました。ミス、ウィデイデイ、疲れ。よくやりました。お疲れ様でした。結果4時40分に戻ってきたので10時間40分だ。計画は前もって、次の日は絶対予定を入れない方がいいと思いました。喋れない。現場からは以上です。以上です。締めます。ありがとうございます。